さあ大晦日、漫画スクリプトドクター後藤です。皆さんどういう風にお過ごしですか？2019年はどんな1年だったでしょうか？漫画は進みましたか？今日はですね、来年の抱負、ね、どうやって目標を作っていくかっていう目標設定をどうしていくといいかというお話をしていこうと思ってます。僕はですね、2019年のですね目標は、まあ、これ毎年ずっと言い続けてるんですけど、4、5年言い続けてるんですけど、ね、ブログ記事をいっぱい書くっていうね、今年こそブログ記事を書くんだっていうね気持ちで、ノートの記事でもいい、ノートの記事でもいっぱい書くんだっていう気持ちでいつもいるんですけれども、ね、年末になるとノートからメールが届くんですよね。今年1年後藤さんの書いた記事の本数はみたいな。どんなのが届いたかというと、1本ですって書いてあって、ね、1本だったかと思ってね、すごい、ああ僕はこんなに今年ね、ブログ記事やノートを更新しようと思ったのに一本だったかと思ってね、こういうことになってはね良くないと思うんですね。なのでね、来年に向けてどうやって目標作りをするといい効果が現れるのかというお話をしていこうと思ってます。この番組は漫画文法の大切さをみんなに広めて漫画作りを楽しくしていくことを応援していくチャンネルです。ぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンお願いします。スマートフォンの場合は下に赤いチャンネル登録ボタンがあります。お願いします。さあ、じゃあもうね、今日は答えからいってきましょうね。目標作りに大事なのは、これコルクの佐渡島さんとかがね、ドラゴン桜の中とかでもねよく言ってることなんだけど、2段階の目標を作るっていうのがいいんじゃないかなと思っていて、そして僕もそうしておけばよかったなと思うので、皆さんに共有したいなと思ってますね。まずですね、2段階の目標を作るっていうのは何かっていうと、小さな目標とちゃんとやりたい目標っていうのをね、2段階に分けておくんだと。例えばよくね、皆さんこう、じゃあ画力向上のためとか、もしくはね、無力向上のためにね、Twitter に漫画を投稿しようと思うとする。で、その時の目標の決め方で、じゃあ1日1個4コマ漫画を投稿しようっていう目標を決めたとするじゃないですか。で、それ1個だけの目標だとね、なんかこう、やっぱりどうしてもアイデア出なかったりとかできなかった時に、あー、ついにできなかったわーとかね、またできなかったわって、今日もできなかったわみたいな感じで、どんどんこうできない自分に苦しんでしまいますよね。なんかこう、また俺はダメだったみたいな自己嫌悪ってやつですよね。っていう風になっていくと、やっぱり全然良くない、あんまりいい効果にならないね。これはなんでいい効果にならないのかっていうとですね、まあ、へこむからどんどんやる気がなくなっていくんだよねっていうのがあって、でこれはね、漫画技術研究会っていうところでですね、今もうまさに今月ね、絵の辛さ克服研究っていうのをやってたんですけど、そこでもね、やっぱり楽しく取り組めるっていうのは大事なんだっていうのがね、一つ研究結果の中の、いろんな研究結果の中の一つだったんですよ。その絵をね、絵が辛い人がどう取り込むかっていう時に、もうどんな技法やどんな練習法をやっても、結局そこにね、自分が楽しいなって思えないとね、あんまり上達結局しないんだなっていうことが分かったりしたんですよね。もうだから、まずは楽しくできるような仕組みや環境を作ってあげたりとかね、もう本当に辛い思いして絵を描き続けてもね、どんどん心が壊れていくんですね。で、上達も全然しない。それよりも楽しく3分取り組んだ方がぐっと良くなったり身についたりするみたいなことがあってね。というわけで、やっぱり自分の心をね、メンタルを守っていくっていうのはすごい大事なんですね。っていう時に、だから目標を立ててできなくて苦しむっていうのはもう全くいい効果にならないんであると。で、だからこそ、ね、2段階小さな目標も作るんだと、ね、だからそれはもう本当に小さなものでいいんだって。まずだから自分が4コマ漫画上げるとするんだったら、小さな目標の方は4コマ漫画のことを考えるぐらいにしておくんだと、ね、で、まあさらにちゃんとできたら4コマ漫画を、しっかり書いて投稿するっていう、この2段階だとしておけば、ね、4コマ漫画のことを考えるぐらいはできるじゃないですか。で、だから、ね、よし、4コマ漫画今日も書かなくちゃなって思ったぐらいでも、まあ、それは1段階目のクリアしたんだとしてしまうと、ね、これいいよね。そうすれば一応できてるから、ね、まあまあ、1段階目ができたしっていうことで自分の心が守れるっていう、そういう、ね、戦法であるっていうことです、ね、
これいいよね。これぜひだから皆さん来年の抱負とか来年の目標を作るときに一段階にするとやや苦しさが出てくると思うんで、これ自分に言ってるんですけどね、たくさん書くとか言うからダメだったんだね、記事をね、ノート記事をですねたくさん書くとかだとダメですよ。もうだから1本書くって言っておけばさ、ね、僕もそう目標が達成できてたなっていう気持ちに、ね、今頃慣れてたはずなんですよね。だからそう皆さんどうしますか。だから僕も今年こそはじゃない、ごめんなさい、来年こそは、2020こそはノートの記事のことをちょっと考えるぐらいにねしようと思いますよ。一本って言って一本ぐらいは書けるかな。いやもうそれすら僕はね今もう分かってる、危険だ、できない可能性がある、ね、そこでゼロ本でしたってなった時にねへこむよりは、ね、ノート記事のことを、つまり記事を書いていくんだっていうことを考えるっていうことにしようかなって思ってます、ね、それがスモール目標。そして大目、なんかちゃんとした目標としてはしっかり、そうだな、月1回ぐらいは更新して12本とかになったりしてほしいなねとか思っている。本当は欲を言えばそこをいっぱいねノートの記事を更新してね書籍にしたりとかも本当はしていきたいんでねっていうことも考えていますよね。欲を言えば書いていくよ、たくさんね、たくさん書いていくけれども、だからたくさんとかも不安にしてるんだよな。いやでもな、毎月10本とかできないよなとかね。だからまあ小目標はねノートの記事のことを考える、そして中目標は週1か、週1ノート記事を書くよ。本当か、よし、みんな期待しててくれるかな。うん、さあじゃあ皆さんね、来年に向けてどんな目標を立てていきますか。何か目標を決めたらですね、ね、ぜひツイッターとかで教えてください。そして一緒にやっていきましょうね。そのね、そう、これもね知見だったんですけどね、絵の辛さとかを克服するときにね、やっぱりみんなで一緒に取り組むってすごく大事なんですよね、そうするとね頑張ってる人がいるっていうので、できていくんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さん、目標を立てたらですね共有して、一緒に来年も頑張っていきましょう。さあじゃあ、本年もですねいっぱい動画見てくれてどうもありがとうございました。最後にですねチャンネル登録まだしてないよっていう方はですねひょんひょんってチャンネル登録のボタンとかいっぱい出てくると思うのでぜひチャンネル登録お願いします。いやなんか名残惜しい気持ちですね。これで大晦日ね、の配信になるんじゃないかなって思ってます。さあいろいろあったな今年も、うん、まず漫画スクリプトドクターをこうやって始めたからね、よく8月から始めてね結構な本数上げられて、本当にいつも見てくれてありがとうございました。じゃあ皆さん残り短い時間ですが良いお年をお過ごしください。また来年もお願いします。またね、2019年からでした。バイバーイ。